こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にあるリーハリ急整体院院長の笹原健太郎です。本日は膝の痛みにサプリメントは効果あるのかについて話をしていきます。で、今日なぜこんな話をするのかと言いますと、膝の痛みにサプリメントは効くのかという話をよく聞かれるんですね。本当に効果あるんですか。あの膝の痛みで言うと、あの例えばグルコサミンとかコンドロイチンとか、あとヒアルロン酸とかですね。での結構飲んでる方も多いと思うんですけども、今日はその問い合いの答えについてちょっと話をしていければなと思ってこの動画を撮っております。はい。で、まずサプリメント効果あるかないかですけども、サプリメントに対して効果はあります。で、効果があると言ってもサプリメントに対しての考え方が正しく分かっている上で効果があるんですね。で、どういうことかと言いますと、サプリメントっていうのは、あの、言うたら薬みたいに治すもんではないんですね。サプリメントは、不足です。体の中で不足したものを、補ってくれる効果があるんですね。なので、あの特に年齢いって食事の量とかが減ってくると、あのどうしても不足してくるものができます。で、その不足してきた成分っていうものをサプリメントで補うっていう意味では、この補ってくれるっていう意味ではすごい効果があります。ただ間違ってほしくないのは、サプリメントは痛みとか薬としてですね、薬としての効果があるかないかって言われたら、これはイコールではないです。イコールではないです。なので、痛みとか治すのに効くんですかって言ったら効果はないです。ただ体の中で不足した成分を補うっていう意味ではすごい効果があります。この辺をしっかりと理解しておいていただければなと。ここ結構分かってない方が多いですので、で、不足した成分っていうのは自分だけじゃなかなか分からないと思うので、もう専門家の先生であったりでまず見てもらって、食事内容を見てもらうとかですね。で、あとまあ血液検査とかで自分が何が不足しているのかっていうのを理解した上で相談しながら、不足しているものをサプリメントで補っていくということをした方がいいです。それならすごいサプリメントは有効ですので、ぜひこちらの方を覚えておいてもらって、サプリメントを有効活用していただければなと思います。で、次の動画で膝の痛みに対してサプリメントは効くのかっていう考え方についてちょっと話をしていきます。はい。それでは以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。